あんなヘンリエッタ公爵に栄光あれ。ジェイコブか。つけ、モロロ。伏せ。誰だ。ウィッチャーだ。刑事を見た。待て、ウィッチャーだってルイス・ヘレーラの物語とおとぎ話にあるような。俺はレプラコーンより幸運だ。なあ、誰もこの木が伝説の呪われし霊城ダフネだと信じてくれない。だがあんたならきっと呪いを解ける。おとぎ話を信じるには少し年を取りすぎじゃないか。喧嘩売ってるのか、ウィッチャー。いくつだろうが関係ないだろう。まったくだ。それに何を信じようとも関係ない。意見があって嬉しいよ。なぜ木の中に誰かが囚われていると思うんだ。俺は犬のモルオルトを連れてこの木を切り倒しに来たんだ。俺を持って大きく振り、歯が幹に深く渦まった。するとびっくり、血が噴き出してきたのさ。顎が外れるほど驚いた。だがその時に気づいたんだ。それが全部ダフネとガレスと山猫山の魔女の話にあったって。ああ、ヘレーラの物語とおとぎ話か。その通り。第2版改訂済みの八つ折り版だ。あの話は暗記してる。バーヤが読んで寝かしつけてくれた。残らず読んでくれたんだろうな、奥付けまで。興味が湧いてきた。本当に昔話が真実だと思うんだ。からかってるのか、イカれてると思うのか。いや、ただ今は厳しい時代だ。ハッピーエンドの物語にうつつを抜かす者は少ない。お前のような奴には滅多に会わないからな。確かに窮屈な時代だ。でもだからこそ物語を思い出すべきだと思う。バーヤはよく言った。どうしたらいいかわからないときはジェスバンの騎士や気高きアロンドラのことを考えて、彼らが選ぶであろう道をとな。そう叩き込まれたから、たとえ望んでも他のやり方はできなかった。木を調べてみるとしよう。優しくだぞ。木の葉の音に混じってすすり泣く声がする。本当に血を流している。しかも人間の血のようだ。樹皮はところどころ盛り上がった傷跡のようになっている。メダルが激しく共鳴している。ここで強力な魔法が作用している。血だ。シミの形から判断して木の方角から染み出している。周りの木はきれいに切られている。まるであの柳が孤立しているかも。それでどうだった、木を調べてくれたか。うん、本当に血を流す。実に信じがたい。驚きだ。そう言っただろう。ただでは手伝わないぞ。俺は貧しい木こりだ。金なんか持ってないぞ。よし、いいだろう。ダフネが自由になったらすぐに払う。手を貸したいが、どこから始めるか考えんのかな。大丈夫だ、全部わかってる。ダフネ城と騎士ガレスは激しく愛を分かち合っていた。だが結婚にふさわしいと証明するために、ガレスは山猫山の魔女に立ち向かうことになった。
それで騎士ガレスが丘に向かう前にダフネ城は好意の印にスカーフを渡したんだ。だが男は帰らなかった。そうだ、彼女はここに立った。昼も夜もずっと彼を見つけるために。根が生えて木に変わるまで。だがなぜ。なぜか教えてやる。ガレスが戻る瞬間を待つためだ。手にスカーフを持って。それが愛の力、願いの力だ。だから山猫山に登ってそこでダフネを解放する手段を探してくれ。参考に物語の本を渡す。頼んだぞウィッチャできない匂いで中身の見当もつかない。ノコギリ草の茎の利用について書いてある。面白い。ヨモギ、硫黄、麦汁、香りは新しい。様々な呪物で強化された壁か。半分に折れた矢、射手に悪運をもたらすに違いない。ブドウの木の枝、豊作もしくは不作をもたらすためか。人形は呪いをかけるための装飾品のようだ。キナのスカーフ、DF のイニシャル入り。ダフネのものなら呪いを解くのに使えそうだ。ここに迷い込むのは大抵野良猫だけ。でも来客のようね。しかも遠方からの。私の家で何をお探し？もう見つけた。
木の娘の呪いを解くつもりではないでしょうね。そうだとしたら、ならば時間の無駄だと知った方がいい。乳母から昔話を教わらなかった？この私、山猫山の魔女ですら愛と願いの力を破ることは困難を極めるでしょうね。例の騎士はここにたどり着いたのか？ガレス？ええ、私を惑わしに来た。でもすぐに気が変わった。正確には一緒に過ごした最初の夜の後で、しばらくここにいた。それから両親に苛まれた彼は恋人のもとへ帰ろうと決心した。だが無事たどり着けなかった。そう、悲しい運命に見舞われたの。その運命に関与しているのか？もちろん。自分のものだった男を他の女に譲ると？そんなの我慢ならないじゃない。丁寧に頼んだらどうかな。呪いを解いてくれないか。頼む。ガレスは当然の結末を迎えた。小娘に起きたことは私のせいではない。そうか、呪いはかけなかったのか。だが解くことはできるか？おそらく。でもなぜ私がそんなこと？へりくだってたまに物語のガレスがしたようにひざまずいたな。どうか力を貸してほしい。ダフネを木に閉じ込めた呪いを解いてくれ。家に入るのを見たとき、誰にも膝を屈しない男が来たって思ったんだけど。立って。私でさえもあの娘が失った年月を元に戻すことも、耐えてきた苦しみを消すこともできない。生き返らせることもできないけど、安らかに旅立たせる方法を教えましょう。ただし私の力を借りるには代償が必要。あなたの紙束よ。それを使って俺に魔法をかけないとどうしてわかる？この点だけは妥協できない。それを使って永遠に私をあなたから隠す魔法をかけるためで、他の何にも使わない。私は二度とあなたにつきまとわれない。恐れることはない。保証するわ。約束は常に守る。不本意だが信用しよう。紙を受け取る。素晴らしい。何をすればいい？恋人は帰りたいと願ったけれど、途中で死んだと娘に言い聞かせるの。絹のスカーフとガレスの亡骸の一部を持っていきなさい。彼の骸はこの岩の下の洞窟にあるわ。スカーフと亡骸を炎で焼き尽くすこと。それと忘れないで、あなたの心は純粋でなければならない。わかった？ああ、助けに感謝する。どういたしまして。そしてさよなら。あの扉を出れば二度と会うことはないわ。
騎士の甲冑と骨。これがガレスの亡骸か。なぜ甲冑が砕けたんだ。魔法か。それとも後者を信じて残って呪いを解かなければ。ゆっくり、よーし。それで、魔女に会ったんだろう。何が分かった。あの魔女か。皆が言うほど悪くはないぞ。確かにお辞儀をさせられたが、もっと意地の悪い女魔術師を何人も知ってる。そいつはご愁傷様だが、ダフネはどうなる。呪いを解いて彼女を解放できる。スカーフとガレスの亡骸を捧げ儀式を行うんだ。だが正しい時間に行う必要がある。時間が来たら四方の風に捧げる4つの火を灯し儀式を始める。火だって。それならきっと役に立てる。木が必要になるだろう。たくさんな。切れるだけ切ってくれ。あとは任せろ。木を切って積み上げた。次は俺の出番だ。火を灯して木に囚われたダフネと話さなくては。どうなるかわからない。だから念のため離れていろ。もし俺が剣を抜くのを見たら逃げろ。波より聞こえし言葉なし。東より聞こえし叫びなし。北より聞こえしため息なし。死に見えしはうつろな目なり。彼は死んだ。監視を終えよう。この樹皮の下に隠れし者よ。自由になる日が訪れた。スカーフを見よ。恋人への愛の証を。汝が愛を捧げた男の骨を見よ。私への愛は消えたの。ずっと誠実だった。ガレスは人生の終わりまで誠実であり続けた。去る時が来たわ。あまりに長く待ち、あまりに苦しんだ。もう十分ね。さようなら、お嬢さん。ありがとう、見知らぬ人。それと私の騎士さん。私と話してくれて
ずっと見守ってくれてありがとう。こんな風に終わるとは思わなかった。生き返らせたかったが、これでよかったんだろう。残念だが、現実ではハッピーエンドが訪れることは少ない。よくやった。ほら、報酬だ。それと本もあげるよ。ありがとう。元気でな。さようなら、ウィッチャー。少し気持ちを整理しなきゃ。